最近はほとんど見ていませんが、私は昔、2チャンネルの様々なスレを見てきました。しかしその中でも、リバーズエコの5チャンネルのスレは、割とガチでヤバいです。私が今まで見たスレの中で、最低レベルの民度の低さです。5チャンネルは基本的に、過去ログが全て残ります。それらを調べた上で、当該スレのどこが異常なのかを、詳しく解説する動画を、いずれ投稿するかもしれません。当該スレの民度は、大沢民よりも、数段下ですね。こういうタイプのスレは、ちょっと初めて見ました。モロチン、1レス目から1000レス目まで、すべての書き込みが間違っている、ということはありません。中には健常者の書き込みもあります。しかし本当にまともな人間が書いているのか、疑わしい書き込みが多すぎるので、当該スレを信用するのは、かなり危険です。当チャンネルにも、やさぐれメタル師匠を取り上げ始めてから、規制を全く感じない、異常なコメントが、ちょくちょく来るようになりました。普通にちょっと調べたらわかる程度の、基礎的な知識すら持っていないのに、エアプ丸出して法律について語って、自分にとって都合のいい解釈をしたり、いや中には知識のある人もいますよ。でも明らかに異常なコメントが結構あります。あれって中学生とかが書いてるんでしょうか？いや脳みそが中学生なだけかもしれませんね。登録者40万人の中井戸様と、バトルした時も、変なコメントがそこそこ来ました。しかしやさぐれ関係の方が、濃い人が多い印象ですね。これは本当にそうです。濃い人が多すぎるんですよ。アラビカ村長、グラさん、食屋みじじい、鈴屋ともな他、特殊な人の数がマジで多い。他にも七種のモブでも、今名前を挙げた人たちと同レベルの、やべえ奴がゴロゴロいます。そういう層が当該スレに多数潜伏しています。私がやさぐれ関係の動画を投稿し始めた頃、やさぐれの熱心なファンから、レイヤーが5チャンネルでは、全く支持されてないのが笑える、というコメントが届きました。そうなんですか。全スレを見ているわけではないので、知らなかったです。しかしこれを見る限りでは、その5チャンネルの意見は、かなりの少数派だと思いますけど、右端の、高評価率に注目。私が投稿した、やさぐれ関係の動画は、だいたい高評価率が、95% 前後あります。前にも言った通り、やさぐれ関係の動画には、毎回低評価が、固定で50から60つきます。おそらく同じ人が毎回、低評価を押しに来てるんだと思います。自分から収益に貢献していくのか、困惑。やさぐれ関係の動画は、普段の視聴者層よりも、広い層が見ています。内容が不適切であれば、もっと低評価が多くなるはずです。満再生されていて、これだけの高評価率が高いのは、それなりに正しい内容だからです。これを見ると、5チャンネルの当該スレを見ている人が、いかに少数派であるかがわかります。ちなみにやさぐれの動画の低評価率は、こんな感じです。まあこれはあくまで推定値なので、実際は低評価がもっと少ないですけど、多少の目安にはなるでしょう。やっぱ低評価を隠せる仕様にしたのはクソですね。低評価が見えないと、その動画がおかしいことに気づかない人が一定数いるので、現在小川社長は、松山市の警察本部のサイバー課に、5チャンネルの書き込みについて相談中です。警察も当該スレにはドン引きしており、これはひどすぎる。ここまでひどいのは見たことがない。立件可能な書き込みが多すぎて、全部追えないレベル。ということで逮捕できるものを、現在警察にピックアップしてもらっているそうです。自分で調べる、自分で考えるということを放棄し、間違ったことをしても謝罪もせず、軌道修正することができない。そんな人間が今後どうなるのか、想像するだけで悲惨ですね。最後までご視聴ありがとうございました。